BKB だけでシンデレラバリ昔々きれいなシンデレラという娘が某国に住んでおりました別品なシンデレラは厳しいママはや義理の姉たちに馬車馬のごとく働かされていました別品なシンデレラはこの美しさがゆえに別品ではない姉たちに妬まれていたのですバカシンデレラ食事の良いはよ かしこまりました、お母様。ビビにせよ。バカしん。次は洗濯配よう。かしこまりました、お姉様。病でごかい。ボロ泣きしながら働くシンデレラ。こんな生活、美人すぎるよ。某日にお城から手紙が届きました。キサキを探すために王子様が舞踏会を開くとのこと。舞踏会に私も行きたいです。 聞いたシンデレラでしたが答えはもちろん「バッツ!」。墓地で家に残されたかわいそうなシンデレラの前にババババ,バン急に妖精っぽいババアが現れたではありませんかババアがそう言うや否や「きえ!」と叫びました。 びっくりです。汚い服がビューティフルなドレスに変わり、ボワワワワン臭い靴がバリンと割れそうな靴になり、ボワワワワンかぼちゃがバシャになりました。これはびっくりです。パパ、ありがとう。気をつけていってらっしゃい、シンデレラ。ばっと。0時までには帰らないと魔法が解けるからの 馬車で城へ到着すると、綺麗なシンデレラは王子様に好かれ、ダンスとかめちゃ楽しんで時間を忘却しました。バリやべえ。気がつくと0時前、ババアの言いつけを思い出したシンデレラ。バイバイ、王子様。急にどうした無様な姿を見られたくない。ビューンと去ったがために、片方のバリンと割れそうな靴をボトリと落としてしまいました。 バリンと割れそうな靴の持ち主探しを次の日に王子が始めそしてついにシンデレラの家にもやってきて義理の姉たちは履いても全然サイズが合わずそこに現れたシンデレラが満王子して履くとベストジャストサイズ僕の嫁になってくれかしこまりました王子様バッドエンドではないお話でした